日本とタジキスタンの関係では、日本とタジキスタンの関係について解説する。在日タジキスタン大使館タジキスタンがソビエト連邦から独立すると、1991年12月28日に、日本はカザフスタンやキルギスなどと同時に国家承認した。1992年2月2日には、外交関係が樹立され、やや遅れて2002年1月16日には、 在タジキスタン日本国大使館がドゥシャンベに開館した。東京には2007年11月28日に在日タジキスタン大使館が開設。1998年7月20日、タジキスタン内戦収集のため派遣されていた国連タジキスタン監視団に政務官として参加した秋野豊がドゥシャンベ東方の山岳地帯を走行中に武装集団による襲撃に遭い、 同乗者と共に射殺される事件が発生している。その後、秋野の意思を継承し、秋野豊ユーラシア基金が設立されて、ドゥシャンベの国際連合開発計画タジキスタン事務所内には、秋野をはじめとした国連タジキスタン監視団犠牲者の慰霊碑が混流されたほか、2018年には、没後20年シンポジウムが開かれ両国の和平構築に尽力したことに対し、 河野太郎外務大臣が改めて敬意を表している。同じ1998年8月には、キルギス共和国馬と研修にて、法人鉱山疑師が誘拐される、キルギス日本人誘拐事件が起きたが、これは本来タジキスタンやウズベキスタンで、主に活動する武装勢力、ウズベキスタンイスラム運動が国境を越えて起こした、ものであった。キルギスの首都ビシュケ国は、 現地対策本部が置かれ、隣国であるウズベキスタンやタジキスタンにも協力要請が行われている。その結果、当時在ウズベキスタン日本国大使館の参事官を務めていた高橋博士は、タジキスタンの仲介で武装勢力に接触、10月に法人鉱山にしは解放されている。国交樹立以来、地理的には離れていながらも、 ODA を通して交流が続いている。洋人往来としては、2001年5月、2003年3月、2018年10月に、エモマリラフモン大統領が訪日し、それぞれ当時内閣総理大臣であった、小泉純一郎や安倍晋三と日本で首脳会談を実施。アフガニスタン問題や北朝鮮核問題、アンポリ改革などで意見交換がなされたほか、 2001年には日本国とタジキスタン共和国の友好と協力に関する共同声明。2018年にはその発展系である日本とタジキスタン共和国との間の新たなパートナーシップの一層の進化及び拡大に関する共同声明が署名され、経済、科学技術、教育、人材育成、文化など様々な分野で交流と協力を 緊密化していく方針が打ち出された。一方、日本側からは2015年10月に、安倍晋三総理大臣がタジキスタンを訪問し、より一層の支援と交流、互いの地域情勢についてが話し合われたほか、秋の豊かの慰霊碑に喧嘩も行われている。貿易関係は、日本の大幅な黒字となっており、その内訳は、タイタジキスタン輸出21.7億円。 タイタジキスタン輸入1.6億円となっている。輸出の主要品目は電気機器、自動車などで輸入の主要品目は植物性原材料などである。経済援助も2018年までの累計で440億円を突破しており、日本は米国、スイス、ドイツに次ぐタジキスタン主要援助国である。また、援助は 物質的なものにとどまらず、タジキスタンは独立以後内戦状態に陥ったことで、他の中央アジア諸国と比べ市場経済化が出遅れていたことから、国際協力機構などを投資現在まで日本が市場経済化促進のための協力を行っている。文化的交流としては、日本からタジキスタンに空手道場や柔道場の整備、大学における 日本語教育の機材整備などのために、多額の支援がなされている。サイドフダブラタリショマフマドビッチボボゾナグロムジョンジュラ、ハムロホンザリフィミルゾシャリフジャロロフアソムティノビチ。ありがとうございます。